センスがいいね、すごい、かっこよすぎる。人から言われると思わずテンションが上がる言葉の数々。実はこれすべて消しゴムを削って作ったハンコです。高知蔦屋書店3階で開かれている消しゴムハンコ展。高知市の消しゴムハンコ作家田野内梢さんの初めての個展です。本格的に活動を始めたのは一昨年。2児の母として仕事と子育てに奮闘するも体調を崩し、リハビリを兼ねて趣味だった消しゴムハンコ作りを始めました。手彫りのハンコはネットで販売をしていて1個1500円。200種類以上あるハンコの半数以上を占めるのが先生向けのシリーズです。教師と子どもたちとのやり取りに登場しそうなポジティブな言葉を彫っています。一番人気がこちら。いいねを100回押したいです。よくあちこちに忘れ物をする玉井さんにおすすめのハンコもありますよ。そんなのがあるんですか。名前を書きましょう。名前を書きましょう。今日は実際に田之内さんのハンコを愛用している教師も訪れ、その使い心地に太鼓判を押していました。手作り感の、温かみだったりとか、なんかこう普段売ってるものよりもなんかこう押して押し心地もそうですし、なんかやっぱ普段ないものなので子供の反応もいいので使っていいなというふうに思ってます。見た時の人の気持ち、押した人の気持ちを一番に考えておりまして、前向きな言葉選びを大切にしています。コミュニケーションツールとしてもハンコを見て使っていただきたいですし、ワクワクした気持ちになってもらえたら嬉しいなと思っています。会場には他にも沢地をモチーフにしたものや高知の花をイメージしたハンコも展示されています。この展示会は高知蔦屋書店で明日まで開かれていて、ハンコを使ったコースター作りも体験できます。